はい、皆様こんにちは、ムーンと申します。さて今回からジャッジアイズ死神の遺言ということで、まあ、世間ではキムタクがごとくと言われて話題になったこちらのゲームをやっていこうと思います。ね、一応ね体験版にします。はい、もう製品発売されてるんですけれども、製品版にも引き継げるとのことなので、体験版で、まあ、ゆっくりね進めていければいいかなと思っております。現在配信可能なのは2章までなので、まあ、ゆっくり進めていけばね後々解禁されていくとのことなので、はい、やっていきます。そう、実はねこれ他の方の配信でね見たので、内容はねなんかざっくりとは知ってるんですが、もう忘れかけてるのでね、まあ実際に見るのとやるのは全然違うと思うのでやってみます。はい、すごく面白かったです。他の方の配信拝見してたんですけれども、はい、龍が如くシリーズは初めてなんですけれども、こんな感じなのかな？なんかジャンルはね、なんかリーガルサスペンスアクションってなっているんですが、謎解きみたいなね、箇所もあってすごく楽しめたのでね、これを機にちょっと龍が如くも面白い、こんな感じだったらね、ちょっとやってみたいなって思うようになりました。では、やっていきましょう。実際にニューゲーム。ノーマル、ハード、イージー。どうしよう。まあ、ちょっとなんかストーリーがね、すごい面白い作品なので、イージーでサクサクいこうかな。うん、ストーリーをお楽しみいただける難易度だから、じゃあこれでいきましょうか。はい、ゲームの明るさ、そう、動画編集をするとね暗くなっちゃうから一番明るくしておきましょうか。はい、ではいきましょう。そう、謎解き系とか好きだったら面白いかもしれないこのゲーム。私はね謎解きとか推理ゲー大好きなので、ちょっと目いっぱい楽しんでいこうかなと思います。そう、木村拓哉さんが、主人公を演じると。はい。見た目もね、若い頃のキムタクって感じで、かっこいいんですよ。これ街並みの作り込み感もすごいですよね。なんか新宿思い出すわ。なんか会社員時代。働いてた時にさ、よく新宿で飲み会やってたんだけど、あんな感じ。お、なるほど、さようでございます。長熟ってもちろん私どもがお力になります。ご安心を。はい、源田法律事務所弁護士、源田龍三さんですかね。え、ああ、うちの八神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。そう、この人が主人公。若い子のキムタクっぽいでしょうね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ。矢波は弊社の所属弁護士です。はい。白崎沙織ちゃんかな。あ、弁護士さんなんか事務の子かなって思った、若いから。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、矢波先生。最初からギスってんな。新谷さん、参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ、判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ、うん、取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が言ってます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら、ええ、無罪でも、そんな、
無罪は取ったことないですね。滅多にないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああ、どうしても八神を。なんだよ、やってらっしゃ。みんな、うるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。これ静かな子が起こしたらちょっとびっくりするよね。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん、は？大久保新平って八神が無罪にした、うん、99.9% 有罪になるはずだった人が無罪を取ったと。だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保くんがエミちゃんを。そんな、なんでだよ。ここから結構引き込まれますよね、内容にね。え、無罪判決をね取った被告人の、まあ八神くんを救った人がなんか今度はまた別の罪を犯したっていう、まあ、真実かどうかわからないですが。うわぁ、犯人の身柄を確保。この人が大久保くん。どいて、建物から離れて、離れなさい。あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。3年後、はい、2018年12月10日。もう過ぎちゃったな。上村町でいいのかな。なんかめっちゃ新宿っぽいけど、新宿とか渋谷みたいな。え、汚っ。イケメンのはずなのに。こちら八神。武将髭ってやだな。海藤さん、そっちはどう。もうすぐだよ、今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか。うほ、海藤さん調査員ですね。でも服装がやばいんですが。見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。そりゃ言い過ぎ。しかし面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。おっ、ウェイ、おっさん、邪魔じゃん。あっ、ウェイ族来た。邪魔くすんだよ。おい、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの。バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。ああ、いや、チンピラに因縁つけられて、ついついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ。ああ、ちょ、服装がちょっとあのヤクザさんっぽいですね。後ですぐ追いつく。私の頭の中の印象ですが。お、
戦闘する？はーい。なんだそれ、マジなのこいつ。オッケー。オッケー、やる気満々じゃ。ハチオ、ハチオってか。この野郎、上等じゃねえか。東京怖いよ。東京怖いよ。私東京離れてもう随分経つんですが、こんなことあんのガチで。町のチンピラ VS、 はーい。あねえ、あ。おお、なるほど。L1 で敵のが攻撃をガードすることができます。ほうほう、しっかりとガードすることを心がけてください。おお。強い。え、来いよ。ガードする。オッケー。やばい、なんか癖で。まるで攻撃しようとしちゃう。R1 で構えながら L で移動。なるほど。はーい。あ、でもなんか連打でどうにでもなるからいいな。おお。よいしょ。強い強い。いやー、なかなか伸びないな。ちょ、矢島めっちゃ集まってんじゃん。ちょっと、お、敵や武器を掴んでこうやって、お、投げ技ですね。スマブラよいしょ。 EX アクション、敵に攻撃を当てると画面左上にある EX ゲージがたまります。敵をダウンさせたり、敵を掴んで壁の近くへ行ったり、武器を持つなどして画面に、お、三角で強力な技。すげー。お、これか。おー、伸びてる。自由に敵を倒す。あ、いてて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 。これなんかガードしてるときに移動できないの辛いな。よいしょ。やばい、こいつ回復しね、ちょっと。おいおい、来いよ来いよ。あ、伸びた。よいしょ。よいしょ。倒しました。拾う？なんだろう。くそ、お前ら。噛めもしねえでよ。これ、先頭に慣れないとダメだな。基本的に R1 おしっぱって感じかな。ヒゲ外した。つけヒゲだったのね。終わったよ。カイトさん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。はい。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。ピンク通りの方向へ行った。うん、念のためマップで確認してみよう。ピンク通り、ピンク通り、ピンク通り。あ、ここか、すぐ隣じゃん。はーい、ピンク通りに向かおう。バツを押しながら移動するとダッシュ。へえ、あ、ほんとだ、走ってる。あ、カラカンじゃん、カラカン。懐かしい。カラカンあるんだけど。本体験版では入れない。なるほど。こっちも無理。アルプスだって。これさ、なんかね、店の中もしっかり作っててすごいですよね。あ、こういうところでね、よく飲んでたよ、私。あれかな？あ、スマイルバーガー。こんにちは。富士そばだって。へえ、なんかさ、タイアップしてる企業さんとか、ねえ、そのままお店ありそうだよね。こっちか。ダメだ。もう尾行がバレる。え？俺は一旦離れるぞ。
パート頼んだ。いや、まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせい。あ、ごめんなさい。うわ、そういうこと言う。そういうこと言う、海藤さん。こっちだね、ピンク通り。ショーパブエイジア。パブ。追ってた探偵はどんなやつだったっけ。そういや、やつの人相書きを持ってた。おお。パッと目につくのはハンチング帽にジャケットの組み合わせ。顔には特徴的なほくろがある。そして武将ひげに切れ長の目。それらしいやつを探すとするか。はい。尾行ターゲットサーチモード。このモードは事前に分かっている人物の特徴から尾行のターゲットを見つけ出すことが目的です。このモード中は一人称視点でプレイします。画面の右腕に表示されているターゲットの特徴を確認して、その特徴と一致する人物を探してください。はい。怪しい人物を見つけたらカーソルを合わせて R に。ほう。ハンチング帽にジャケットですよね。なんかめっちゃいるんだけど。で、切れ長の目でしょ。なんか、メガネとかかけて、調べてみよう。うん。切れ長ではないね。こいつじゃない。はい。なんだ?こいつ。でも、切れ長、かな?あ!と、追いついた。例の探偵だ。あらあら、あっさり。ヒヤヒヤさせなくて。悪かったよ。すまんな。よし。さあ、尾行します。尾行について、尾行ではターゲットに気づかれるような行動を取ると、画面上部に表示されている警戒ゲージが上昇します。このゲージがマックスになると尾行時、バヒーはい。物陰に身を隠したり、ターゲットから距離を取ったりしましょう。見失ってもダメ。はい。怖いな。物に隠れて。移動しろ。逆転満塁さよならホームラン剣。なんだそれも。なんじゃそりゃ。これまだ移動しないんだけど。あ!ターゲットは不意に矢神の方向に振り向くなど、こちらを気にすることがあります。この際ターゲットの視界に入って警戒ゲージがマックスになってしまうと尾行失敗。カバーポイントに隠れている間はターゲットに気づかれません。あ、じゃあカバーしてみる。おー!カバーしてる間は移動できません。タイミングを見て、はい。進み始めたら、解けばいいね。よいしょ。お、大丈夫か?やばい、なんかドキドキしちゃう。やばい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 。え、大丈夫かな。やばい、ドキドキするドキドキする。やばい、これ見失っちゃいそう。あっち側いたの。止まってる。ちょっとよ。ちょっと、ちょっとあんた。うん。そろそろ溜まった家賃払ってもらうよ。お金に困ってるのかしら。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい。必ず。よろしく頼むね。それじゃ。やべえやべえ。こっちもやべえやべえだよ。よいしょ。いやー、これちょっと人混みが怖いなー、これ。よいしょ、こっち側も。まだ全然警戒されてないもんね。あ、車もポイントになってる。よいしょ、ずんどこずんどこ。
この人たちもカバーポイントなのね。ドキドキするー。こっち側に行ったな。あ、なんか建物の中入ってったんだけど。怖い怖い。あ、なんかジュース買ってる、ジュース買ってる。あ、じゃあ何やってる。なんか買ったぞ。高いものかな、なんかハチハチってやってるように見えるんだけど。どれ。あ、やばい、くる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 。ちょっとやめてやめてやめて。え、嘘。あ、やばい。ちょっと待って。この見失ってるし、ちょ、牛丼屋さん入っちゃった。え、どういうことどういうこと。気づかれた。これ見つかったらまずいんだよね。ちょ、リトライリトライ。え、どこからやり直しになるんだろう。早速気づかれてしまったよ。いや、見失ったって出るからな。ちょっとちょっとあんた。あ、よしよし。そろそろ。あ、ここから優しいね。本当ね。よろしく。ここからやり直しとか。優しい。よかった、途中からで。はい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 。この辺隠れるポイントないからきついよな。よいしょ。ここも。はい。あとは、3人組の後ろだよね、次。隠れられるの。あ、ここもそうだった。やばい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 。携帯いじってるフリー。よいしょ、オッケー。あそこでジュースを買うんだよな。あ、ここの後ろも隠れるポイントだったか。やばい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 。見失ってないよ。あれ、見失ってないのになんでこれ見失ったって出るんだろう。これ大丈夫だよね。あち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 。やばい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 。もうやばいんだって。よいしょ。いや、これがわかんない。ちょっと待って。はい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 。あ、いる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 。お、大丈夫か。え、なんかめっちゃ警戒してるんだけど、なになになにこれ。あ、ここあるじゃん、隠れるポイント。なんだなんだ、ここ。あの人だよね、見知らせないよね。何やってんの。あ、進んだかな。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に。うん、チャンピオン街か。あそこが入り組んでるぞ。うん、うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からもう追っかけよう。お、ドローン使う。お、現代だね、ドローン使うとか。カイトさん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構済んだからさ。いいから、お前は探偵見失うなよ。あ、まだ尾行は続くんかい。はい。
よかったー。あ、ここも隠れるポイントね。あ、ごめんね、ごめんね。どこ入ってくか。やばい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 。ちょ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 、隠れまーす。危ない危ない。気のせいか。よし、ね、尾行とか絶対向かないわこれやってて思った。あ、細い路地の方に。よし、終わった。ありがとうございます。探偵を尾行する。カイドウさん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。うん、あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう、そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。うん、なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい。アクティブサーチモードについて。アクティブサーチモードは事件現場などを調査し、事実確認や証拠の発見を目的としています。このモード中、一人称視点で移動しながら画面の右側に表示されている調査目的をヒントに調査を進めます。ほう、あ、これもあれになんだね。はい、画面の右側に表示されている調査目的をヒントに。はい、ドローン発見。じゃあ上ってことだよな。あ、あるじゃん、あれやん。怪しいな。あ、オッケー、見つけた。じゃあスマホ出せ、ハートの映像を送ってやる。すごい、現代の探偵さんもドローンとか使ってんのかな。ちょっと今回この辺で終わりにしたい。手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した。今話しかけんな。あんま余裕がねえ。この関係いいよね、海藤さんと八神くんの。誰かいるぞ、探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。あんま悪そうに見えないな。見た顔だ。確かカムロ町で競馬の飲みやってる。競馬の飲み屋。飲み屋ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か。ああ、世の中舐めてる。本当だよ、さっき家賃請求されたのにな。そのとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッションなんだったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど。踏み込むなら今か。あ、やっちゃいます。見てな。人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タボ。しくじんじゃねえぞ。はい。止まるんじゃねえぞって。じゃあちょっと今回はここで終わりにしておこうかな。セーブってできないんでしょうかね。あ、うん、できる、セーブ。モグラ、オートセーブになってるけど。はい、じゃあ、どうでしたでしょうか。なんか、これからね、どん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 ね、面白くなっていくのでね、ぜひぜひ見ていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。